パート3ということで有馬記念の方のお話をさせていただきたいと思います。4つ目のポイントはですね、先ほどパート2の方でも少し話が出ましたが、3歳馬ですね。やはりこの3歳馬には注目する必要があると思います。はい、そうですね。先ほどの余力というお話も出てましたけれども、3歳馬の勢いというのは非常に怖いですからね。はい、まあ、金量の方で、お話しされる方の方がおそらく多いと思うんですが、もちろん金量もそうなんですけども、やはり今話出ましたようにですね、その3歳馬の余力、またローテーション的にもやはりコバはですね、非常にこうタフなレースが続きますよね。秋の天皇賞、ジャパンカップ、そういったこうコバのやはり王道の非常にこう力を出し切ってですね、余力がなくなるような、G1 レースが組まれている中で、それに対してやはり3歳馬というのは大きなレースはやはり菊花賞ということになりますので、はい、そこら辺のコバと3歳馬のローテーションの違い、またそのパフォーマンスを出し切ってしまうような格式の高いレースで出し切ってしまうと苦しくなるということで、そこら辺がやはり3歳馬が有利になっている条件だと思います。確かに菊花賞の後ジャパンカップを使わなければもう有馬記念ということで、大きなレースは2つだけという解釈でよろしいのでしょうか。はい、トゥザグローリーはマイルチャンピオンステークス使ってという、異端なローテではありましたが、シルクジャスティスも叩き5戦目ではあったんですけども、やはり菊花賞でも5着に敗れ、またジャパンカップでも5着に敗れ、さほどこう疲労が残っていない状態だったと思いますし、やはり3歳馬、そういった意味でこのローテーション自体番組の問題でしょうね。そういったところでこう有利に働いているのかなとは思っていました。なるほど、そうしますとやはりこの暮れに来るまでの間に疲労が少ない、あるいはその余力があるということで3歳馬が有利になってくるわけですね。そういうことですね。もし仮にそのジャパンカップの週に菊花賞があるというふうなことになれば、おそらく3歳馬も非常にこういった有馬記念でね、有利な傾向というのは出ていないと思いますよ。そうですね。そうしますとやはり中3週ということで体調の回復が間に合わない可能性があるわけですね。はい、人気馬で言えばですね、ビクトアールピサ、3歳馬で勝った馬ビクトアールピサですとか、オルフェーベル、ゴールドシップ、こういった馬ブエナビスタは2着、ディープインパクトも2着ですか。はい、3歳馬で、今言った5頭に関してはやはり人気馬だったと思うんですけども、やはり穴を開けている3歳馬というのがこう非常にこう多い中で、やはりそういった、3歳馬の恩恵、去年のね、トゥザワールドなんてまさにそうだったと思うんですが、注目、要注意だと思います。今年3と思いますからね。そうですね。そうなってきますとやはりこの3歳馬の、当然、食い込みというのも気をつけなければいけませんけれども、他には気をつけるところありますか。はい、あとはですね、5つ目にラストのポイントになるんですけども、これですね、冬馬ということで、これぜひ注目してほしいと思います。ですか。はい、やはり競走馬は非常にこうシーズンで見ても、夏の方がいい、もしくは冬の方がいい、これはもうはっきり傾向として分かれますので、競馬新聞の方には、そういったこう季節の成績情報というのがこう載っていませんので、なかなかこう人気に反映されませんので、非常にこう大事なファクターとして、オッズの乖離、期待値が高い馬券になることが多いんですが、やはりこの有馬記念っていうのは冬にですね、高走傾向にある馬、こういった馬には要注意ですよ。なるほど、そうするとこの11月、12月あたりに、過去に高走しているというのは実績が必要になってきますか。11月、12月に限定ということではなくてですね、冬というこの寒いシーズンということですから、11月、12月、1月、2月、3月、これぐらいまでね、見てほしいなと思います。それぐらい広く取ってよろしいんですね。そうですね、はい。再三出てますけども、トゥザワールドで話をするとですね、はい、このトゥザワールドは、10月未勝利勝ち、それからですね、4連勝したんですけれども、そうですね、はい、10月の19日に未勝利勝ち、そして11月に500万勝ち、そして1月にオープン勝ち、そして3月の9日弥生賞と。いうことで、非常にやはりこの冬場にですね、強い競馬をしていました。はい、となるとこれはやはりそういった長い期間連続で構想しているということが、今回のその有馬記念の構想にもつながったということでよろしいのでしょうか。長い期間っていうことではないんですけども、トゥザワールドで言えばたまたまその4連勝という形にはなりましたが、はい、例えばそのここ近年非常にこう穴を開けたオーシャンブルーですね。そうですね、2012年の2着馬ですね。はい、この
馬も非常にこう大穴を開けて驚かせたとは思うんですが、まあ、この馬も金庫賞を勝ってですね、12月の金庫賞を勝って、またそこの勢いをもってしてですね、有馬記念で2着、非常にこう冬馬だったと思います。まあ、オーシャンブルー自体非常にこう近年、まあ、凡走が続いてるんですけども、やはりいきなりこう激変してですね、走ったのが昨年の中山金杯ということで、1月5日ですから、はい、やはりこう冬の中山、その冬場に大きく変わってきたということで、やはりその冬馬の傾向というのは間違いなくあったと思いますよ。なるほど、そういったことで12月1月にこう構想が連続したということになってくるわけですね。はい、まあ、トゥザグローリーですね、この馬は合計8勝して引退したんですが、はい、まあ、その8勝のうちですね、季節別で見るとですね、まあ、11月から4月までの間、これが6勝してるんですね。なるほど、はい、でそれ以外の5月から10月、これが2勝ということで、その5月から10月の2勝のうちの1勝は10月の31日ですから、まあ、これもまあほとんど11月と考えると、8勝のうち7勝がですね、11月から4月と非常にこう寒いシーズンの時に好走していた馬でしたし、まあ、この馬自身、まあ、天皇賞の春ですとか、もしくは宝塚記念、こういったレースで非常にこう人気を裏切ってですね、大敗したんですけれども、やはりあの陣営はですね、夏場非常に弱いんだというコメントをですね、再三していたっていうのは、まあ皆さんもおそらくご存知だったと思います。確かにそうでしたね、はい、ですからやはり非常にこの冬馬っていうところがですね、この有馬記念のポイントになると思っていました。まあ、全ての馬の話はちょっと時間の都合上できないですけども、はい、あの開けた馬っていうのは軒並みですね、冬の重賞、これは中山競馬場に限らずですけども、冬馬の好走実績というのがあったのは覚えておいてほしいなと思いますね。トゥザグローリーはその後日経新秋杯でも非常にこう強い競馬をしていましたし、はい、まあ、中山に限らずっていうところですよね。よくその中山実績だけっていうところで見ると、秋のオールカマーですとか、はい、セントライト記念ですとか、まあ、そういったこう9月に行われる中山の重賞もですね、非常にこう有馬記念の構想にリンクさせたがる方多いと思うんですが、実はそこのリンクってほとんどないんですよね。ですから中山っていうのはやはり12月1月ということで開催時期がありますし、まあ、3月もありますので、はい、まあ、そういったやはり中山での重賞実績というのは、私自身はその冬場っていうところがですね、非常にこう大きくポイントとしてあると思っていました。なるほど、そうしますとやはりこういったところを踏まえながら有馬記念を、まあ、推察していくということなんですね。そうですね、はい、今パート2パート3、まあ、パート1ということで有馬記念の話今年させていただきましたけれども、まあ、今回話してきた5点をですね、全てクリアしている馬がいいということではないんですけども、大枠の傾向としてこの5つというのは、的中させるためには非常にこう大事なポイントだと思いますので、3歳馬じゃなければダメだとか、まあ、そういうことではなくですね、それ以外のこう大枠の傾向を説明させていただいたと思いますから、やはりこういったところですね、該当している馬っていうのは非常にこうポイントを高く、見ておいてほしいなと思います。まあ、2週前の段階ではこんな感じになりますね。あとは12月の25日、まあ、有馬記念の1日前の土曜日にですね、一頭一頭の詳細なコメントをですね、分析してですね、無料メルマガを通して、まあ、皆さんの方にお伝えしたいと思っていますので、パート1の方でもお話しさせていただきました。今回12月26日のですね、有料重賞メルマガ、当ブログで有料の方で、まあ提供させていただいている、毎月のその全ての重賞予想の、メルマガあるんですけれども、そちらの方のですね、有馬記念の最終決断、有料と全く同じものをですね、無料メルマガの方で、こちら今年最後の、皆様へのプレゼントということで、メルマガの方に登録していただいている方に配信させていただきたいと思いますので、この YouTube の動画説明文の一番上のところに無料メルマガのレジマグさんのところのリンクが貼ってありますので、ぜひそちらの方で今すぐ登録してもらえれば、一頭一頭の詳細分析およびですね、最終決断の方をご覧になれると思いますので、ぜひ登録してほしいと思います。なお、有馬記念のですね、週の、まあ、週頭ぐらいになると思うんですけども、そちらの時にですね、危険な人気馬ということで、無料メルマガの方でこちらも配信させていただきますので、そちらも含めて、登録してもらえればと思います。2015年今年も、最後いい形でね、
有馬記念的中させて終わることができるように、まあ、全力で、予想の方頑張っていきますので、ぜひ、皆さんの、予想の糧にだけできるようにと思っています。よろしくお願いします。それではまた、2016年もよろしくお願いします。